ははいこんばんば本日はですね神経損傷の変性について解説していきたいと思います。 本日もですねリクエストいただきました第44回 PT 国家試験午後の49問目をやっていきたいと思います流水末症神経切断後の変性について正しいのはどれかということですねまず覚えておいてほしいことは神経損傷、末症神経損傷の、えー、障害分類大きく分けると2つあります今から紹介するのがセドン分類というものでまあ、3種類に分けられますとまずはセドン分類の方の説明だけしていきますねまず1個目 ニューラプラキシアっていう人もいるかもしれないですけど、まあ、これ神経麻痺ですね簡単に言うと正座して足がしびれた状態なので数日から数時間ぐらいで、えー、とこの麻痺っていうのは改善しますよっていうものですねあとはヘルニアとかでしびれが出てる状態とかはこの神経麻痺 の状態になりますセドン分類でいうとねで2つ目ですね、まあ、軸索断裂って言いますで軸索断裂、まあ、読んで字のごとくですけども神経終膜神経を囲っている終膜自体は壊れてないんですけどもその中を通ってる軸索っていうのが損傷していますよっていうものですね。で3つ目が神経断裂完全に神経が断裂した状態この3種類に分けることができます。まあ、今回の問題はこのセドン分類が分かっていればある程度理解できるかなっていうところではありますけども。 まもう一つあるのがサンダーランドの分類っていうのがあります。これはですね、一過性のえっ、ー、と神経麻痺に関して言うと、まあこれが1度に当たりますね。セドンの分類で言うと神経麻痺が1度に当たります。で、それぞれ軸索断裂と神経断裂が2つずつ、1度、2度、3度、4度というふうに分かれます。 これに関しては、まあ、細かいことはそんなに知っ、えー、ている必要はないんですけども手術適用としては、えー、と一応酸度ですね軸索断裂の中でも手腕細胞手腕管っていうのもありますねそれがあの完全に断裂してしまったものに関しては、えー、と手術をする場合がありますで完全に神経断裂の場合はもう絶対に手術ですけどもこの辺りが微妙なところですね酸度の辺りサンダーランドの分類で酸度の部分で、えー、と手術するかしないか ないかっていうのが分かれ道になりますまあ覚えておいて欲しいのはどちらかというとセドン分類が分かっていればいいかなと思いますまああとはこの末小神経が切断される方法ですね引き抜き損傷といろいろありましたよねそういうのは覚えておくといいかもしれないですでまあ今回の問題を軽く解いていきたいと思います 1>, 1番切断部から末梢息の軸索の興奮性は切断4周後まで保たれるこれに関しては大体、えっと、3日4日ぐらいは興奮性が保たれますその後はですねらい編成が起きてしまって、えっと、この興奮性は絶たれていきますで、えっと、これから進んでいくと完全に、えっと、消失していきますので、まあ、切断後3日4日っていうのが正解になりますね。 から中枢側へ進行まる。まあ、逆ですね末梢側へ進行しますで3番手腕細胞の変性はすで切断部位に限局して生じる、まあ、これ、えっと、手腕細胞の変性っていうのはですね手腕細胞の,あの神経症神経を包む周りにこう融、まあ、髄の髄の部分ですねがまあ手腕細胞というものでできてるんですけども。 これえっと切断された部位からワーラー変性が起きると、もともとの手腕細胞は分裂して脂肪に変わります。でこれ、えっと、切断部から塩い部、これを抹消と言いますけども、これ完全になくなっていきます。完全に消失していくので、またね再えっと再生するためにはこの神経症からを作っている手腕細胞がさらにえっと変性して えっとまた新しくねこう神経を再生していくわけですけどもこの時にえー、っと切断部位だけではなく遠位部は、えー、ほぼほぼ消失していきますので切断部位に極限して生じるわけではありませんっていう意味ですねはいなんとなくわかるかなこのありこれあたりあの末梢神経の再生過程でまた後で説明します。 で4番、切断部から中枢側への逆光性変性が出現する。これ、あの1番の時に言いましたね。これ、ワーラー変性って言います。逆光性変性。切れたところから、えっ、ー、と、遠位部の方をに変性、えー、していくのを、巡光性変性と言います。これを別名、ワーラー変性と呼んでいます。逆に、この逆光性変性、切断部から中枢部の方に向かっていく、末っ部に向かうのが巡光性、中枢部に向かっていくのが逆光性変性ですので、 四番が回答になります。で五番、編成後に再生する軸索に手腕細胞は付着しない。そうした、そうなってしまうと、えっと幽髓性うんとミエリン症っていうのが再生しなくなってしまうので、これはちょっと困っちゃいますね。でえっと末梢神経再生の過程を図に示すと、まあこんな状態になります。はい。まあ神経真ん中で、ね、神経がバカっと。 切断されてしまうとそ,こその瞬間に、まあ、ワーラー変性瞬間っていうか23日3日,3日4日後にワーラー変性が起きるわけですけどもそれで神経なくなっていくんですけどもゴミがねいっぱいあるのでそれをマクロファージが取り,取り除いてくれます。 でさらに言うとミエリン症を作っている手腕細胞が変性してね脂肪になるんですけども、まあ、これがこう後のミエリン症またはねミエリン症で神経ができて軸索ができた時にその周りを覆っていくわけですけどもその中に側 側っていうものがあります、えー、っと骨折した時の骨髪細胞みたいなものですけどもこれが神経のおもとになっていきます。でこの側髪を覆うように、えー、っとこれいっぱい点在してると思うんですけど図を見るといっぱい点在してるんですけどその中でもこう中心本来軸索が通るであろう位置にある側髪を覆いながら手腕細胞が覆いながら神経の再生が行われていきます。 でこの時にミエリン鞘よりも先に軸索の方が最近に再生されます。でこの再生スピードは1日1,2ミリって言われてますけどもこの時にテネル長高っていうのを覚えてますか。どのぐらい神経が伸びてるか叩くとしびれが出て分かりますよっていうところにここが関わってくるんですけどもなぜじゃあ神経が伸びてるところその末端部を叩くとしびれが出るかっていうと先ほど言った再生の過程で 一番先にえっと再生していくのは軸索が先です。その後にミエリン症が神経症がね、えー、っとこう覆ってくるわけです。なのでまだ軸索が通った段階は 開通した段階ではまだ見える印象がないのでその部分を叩くとしびれが生じるっていうことで、えー、と直接ね軸索を叩いていることになりますのでそのせいでしび、えー、れが生じますでそれを、えー、と使う、えー、とそれをうんと逆にね利用してどのぐらい神経が伸びてるかっていうのを、えー、と検査するための方法がチネル情報って言います、まあ、今回で覚えておいてほしいのは末梢神経がどういう再生過程をたどるのかっていうのとなんとなくこう骨折の時のね えっと中流家庭となんとなく似てる感じがしますよね。あと覚えておいた方がいいのも、で側画に関して言うと見え臨床に選ばれなかった側画は消えていきます。消えてなくなります。選ばれた選ばれしもののみがえっと軸作になってえっと神経症で追われて再生していく。 という手順になります今回はこの問題,、えー、問題でこの末梢神経の再生過程が分かってるといいっていうのとあと切断された時にどっち側を末梢足といってどっち側を中枢足で呼ぶかっていうのを理解しておくといいかなというふうに思います。はい、ということで今回の問題に関してはこれぐらいの説明でいいかなもしまたもしこの,あの問題の解説でもうちょっとこの辺お願いしますっていうのがあればメッセージをください。 ということで本日もためになったよとか勉強になりましたっていうものがもしあればいいねまたはフォローまたはチャンネル登録をお願いしますということで本日は以上になりますでは